はい、えー。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。えー、今日はですね、えー、7月の5日火曜日でございます、えー。日経平均株価ですけど、今日ですね、プラス269円と、まあ上げましたね。えー、26,423円で引けております。えー、トピックスはプラス9.41ポイント、えー、1879ポイントで引けております、えー。さらにマザーズですけど、プラス12.59と結構上げてますね。えー、666ポイントということですね。 為替の方は円安が続いておりますね。はい今、あの日経のですね先物を結構下げてますね。えー、っと、ビックスキョフ指数はまあ低いですね。22.46。この先物がね、これ今こう下げてるっていうのはですね、ニューヨークダウですね。これが、えー、もう始まってますけど、もう600ドルぐらいね。また下げてるんですよね。えー、3万1000ドルをね、再び割っている状態ですね。 それから、ま、ナスダックも、マイナス128ポイントで、まあ、11000ポイントね、せっかく回復したのに、またね、こう割れていきそうですね。えー、そんな感じです。S&P も、マイナス71ポイントということで、まあ、結構大きく下げて、38000ポイントをね、割れてますね。今日はね、えー、ニューヨーク難聴ですね。厳しいですね。はい。その煽りを食ってですね、日経平均も、の、まあ、先物も,もね、こう、ちょっと下げてるという感じですよね。 そういうことです、えー。原因はね、ちょっと安くなりましたね。からビッグスキオ指数上がってますね。29.34。もうちょっとで、えー、30ポイントいきますね。まあ、きついですね。この休み明けというのはね、えー、なかなかこういう波乱がね、結構、えー、ありますよね。えー、なぜかわかんないですけどね。えー、まあ、そんな感じですね。債券がね、こうやって、えー、まあ、利回りがまあ、下がってるんですよね。ですからまあ、株も安い、債券も安いというね。 こんな状態で,、えー、ですね、えーで。今日はですね、えっと、まあ、あの、えー、昨日ね、えっと、オンワードおーですね、えー、のお話をおしましたけれども、創業のね、えー、この TSI ホールディングスですね、これもまあね、えー、今日の終値、ね、334円でね、マイナス3円と、えー、市場が上げたる中ね、下げてますよね。PR は19.5倍、PBR0.3 倍ってなんというね、 もう未来はないぞこの会社って感じの PBR ですよね。で、利回り2.1%ということなんですよね。えー、まあ、これをですね、ちょっと検討してみたいなというふうに思います。でですね、えっ、ー、と、ちょっと整理のためにね、これアパレル業界のまあランキングなんですけど、まあ、1位はね、当然ファーストリテイリングですよね。2兆円ありますね。これね、えー、っとですね、何ですかね、えっ、ー、と、業界動向サーチドットコムってやつですね。 でまあ、1位はファーストリテイリングで、えー、次、島村さんですね。それからアダストリア。まあ、だいぶ落ちてね、アダストリア。で、その次、ワールドですね。1800億円です、ね、すオワールドがその次に1743億円で来るんですよね。で、まあ,あの青山商事があって、西松屋チェーンがあって、えー、下着のワコールですね、がありまして、青木ですね、まあ、新宿濃いですよね。あって、そして10位にね、やとこに TSI ホールディングスっていうのがね、出てくるんですね。 億円って書いてありますよね、えー、まあこんなようなあの順位でまあとりあえず10位以内にいると。まあ、それでこの TSI ですけれどもなんでこんなねアルファベットがねこうついてるかというとですねこれはですね昔東京スタイルというのがあったんですね。それでう最終的にはそれがですね 3A インターナショナルというやっぱり百貨店ねブランドを展開する会社があってそういうこと一緒になったんですよね。 それで TSI ホールディングスっていう、まあ 3A インターナショ t ですね。これ SI がね、えー。で、こういう名前になってるんですよね。で、あの子、東洋経済なんですけど、これ2020年の4月に出た記事なんですけどね。えー、村上ファンドに並われた会社の引きこもごもということでね、えー。物言う株主は敵か味方がその後総括と。まあ敵でも味方でもなくお、お金、お金、お金儲けをしたい人たちなんですよね。えー、そこをよくわかっとかなきゃいけないですね。 でまあこれあのまあ18年前、えー、この時点で18年前ですから今だともう20年前になりますかねえー、っとまあ本当に先駆けだったですよねえー、っと村上さんがですねまあ、最初に手がけたこう世間的に騒がれたあプロキシーファイトですね委任状獲得競争これですね、えー、これはもう東京スタイルが対象だったんですねこれでまあ一躍ね村上さん名を挙げたんですねでまああのこの当時ですね非常にあの潤沢な内部留保を持ってたんですよね まああの今今の TSI も持ってますけど、えー、でファッションビルを建築するくらいなら潤沢な内部リーフを株主に還元せよっていうことで村上さんがね、まあ、主張してこれでなんかあの東京スタイルのなんか中高の層と言われてる、えー、高野義雄社長ですかこの方がねまたなかなか硬派でね会う必要はない話したいことがあれば株主総会で言えばいいって,ってねこれはまあね あの、よくないですよね。一応株主ですから、本当は会って話さなきゃいけないですよね。で、村上氏との面会を拒み続けたと。それで、まあ、その、もうどんどんね、村上さんの方がね、えー、怖いとせよとかね、自社株買いをせよとか言ってね、とにかく株主の、ね内部留保は株主の金だと返せみたいなね、<laughs> こんな理屈でね。まあ、この頃はあんまりね、世間的にもそんな支持されてなかったように思うんですけど、まあ、ちょっと今はね、だいぶ様変わりしてきてますよね。 ま2002年のですね株主総会2003年の株主総会同じ要求をしたんですけど二度ともまあ否決されましたと。でまあここにありますようにですねその後の東京スタイルはですねえっ2009年ですねこれだいぶ経ってますよねえ社長就任から31年目に突入してたこの中高のその高野社さんですねまあこの方がまあ休止されたんですよねまあ新郎型だったとか言われてますけどねまあ75歳ですからまあねまあ亡くなってもおかしくない年齢ではあるかもしれないですけどね で、公認の中島よしき社長さんという方が2011年に、えー、土業大手のですね、三栄インターナショナルとの経営統合を、まあ、選択したということなんですね。これでですね、今の TSI、持ちホールディングスというですね、まあ、持ち株会社ができたんですけど、ここからがね、ちょっと、<laughs> なかなかでしてですね、まあこの TSI ホールディングスが、まあの船でして、わずか9ヶ月後に、東京スタイルの業績不振を理由に、 この中島さんという社長さんですね。んで、この方がですね、社長職を追われてるんですよ。それで、2019年になるとですね、東京スタイルの百貨店向けや EC 向けのブランドすべてが3円に譲渡されて、それで、まあ、東京スタイルはもうなんか休眠状態っていう感じですよね。まあ、ホームページ見てもその東京スタイルってどこにも出てきませんからね。えー、べてのブランドがですね、まあ、3円に譲渡されたと。だからまあ、3円インターナショナルだね、なかなかうまくやったということですよね。 ということで、えー、まあ、こういで、まあ、その TSI というのがね、えー、まあ、TSI ホールディングスっていうのが、まあ、できるわけなんですよね。しかし、まあ、あのー、両者を合体すればね、まあ、なんか、すべて良くなるのかというとですね、そんなことは、全然、やっぱり、なくてですね、えー、これ見ていただくと、わかりますけど、まあ、この2011、ね、年頃ですけどね、この辺もうなんか、業績ね、もう一時期は80、まあ、 5億とかまあね出てたまあこう経常利益なんですけどまあ最後こうこの2011年12年頃はもう赤字に転落してねもうなんかアップアップですよねもうずっと悪いですよね12年13年14年とねで,でまあ売り上げもどんどん確保線をたどっていくというようなまあ感じでこれでまたですねそこにコロナが来てですね2021年のおですね2月期はまあ これ営業で118億円の赤字ですよね。計上で103億円の赤字と。まあなんかこう売却したんですよね。でとにかく純利益だけはまあなんとか38億円確保したと。まあ、こんな状態なんですよね。ですからまあ合体はしてみたもののですねえっとバラ色まあ売り上げはねちょっと膨らんでますけどねだけどまあバラ色ではなかったと茨の道をずっと歩み続けたというようなまあことなんですよね。 うーん感慨深いものがありますねでですねえー、っとこの TSI ホールディングスなんですけど、えー、これねうんと4月の13日にですねえー、っとまあ決算発表をやってましてえー、っと22年2月期の連結経常損益は58.3億円の黒字と前の期はね103億円の赤字でしたね。 ですけれども、23年2月期の、経常損益,益は、前期比58.9%、ま、で、また減るんですね。まあ、それで24億円に大きく落ち込む見通しになったと。で、まあ、増配はね、2円ほどね、増配して、7円にするという、まあ、ことなんですけどね。まあ、こんな状態なんですよね。で、まあ、株価がまあまあね、こんな感じなんですよ。四、えー、4月のね、えー、13日ですから、まあ、これちょっと、日足、 冷やしでみますとですね、えー、この辺ですよね。はい、この辺ですよね。4月の13日、ここでまあ窓開けてドんとこう下がってですね、おでば267円まで下がってるんですよね。ああすごいですよね。もうなんかでまあちょっとこう上げてきたんですけど、でまあこうちょっとずつちょっとずつこうまあね、少しこうまあ知れてますけどね、まあ本当に6月8日には397円までまあね。 えー、上げてまあ、円ぐらいですかまあここからね、言えば、まあ、上げたんですけど、まあね、なんか、成長してる会社の株価っていう感じじゃないですよね。で、またなんかこう、どん,どん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 下げてきてですね、今、まあ、ここにいると、こういう状態なんですよ。まあ、決算の状況なんですけど、ここに、まあね、今の数字なんですけど、まあ、売り上げ増えるけど、まあ、利益は減るよと。なんかね、えー、移転をやるという。<laughs> 移転なんかやななくていいででしょうと思うんんすけどねなんかまあいろいろ費用がかかるというような話で15億なんですよね営業利益。でこれあのですねちなみにですねえー、っと TSI の、えー、販路別の売上高なんですけどこれ見ていただくとまあすごくよくわかると思うんですけど、えー、事業の性格はね百貨店向けですねこれが138億うですね。で,で実は非百貨店ですね。 えー、まあファッションビルとかそういうとこですよね。これがもう607億円ですよね。まあラ・ラ・ポートとかね。まあイオンモールとかね。そういうとこにも入ってますんでね。ほんでまあこれが一番成比高くて43.3%あるんですよ。で、あとですね、EC ですね。まあ、EC ここひどかったんですけどね。だけどまあなんかねコロナでものすごく頑張ってね。とりあえずまあ売上伸ばしてきたんですね。まあ基本的にはですね。 まあ、ここのおかげですよね。ZOZO さんね。ク <laughs> ワアンタイトルって、あの、ね、TSI のブランドなんですけど、まあ、有名なブランドですよね。まあ、これ、もう、ZOZO でね、売りまくってるんですよね。それから、まあ、楽天ですね。楽天ファッション。ここもね、えー、こういうふうに、えー、アンタイトルのね、えー、ページがありますよね。まあ、ここからこう買っていくわけですけどね。まあ、高いですよね。なかなかね、1万4千とかね。1万8千とかね。何しろ、これ。ん うーんなんかワンピースみたいなのが、あれですよね。1万、2万円近くするんですよね。まあ、なかなかの商売ですよ。もう一回これ見てみますと。でですね、まあ、そのですね、EC の中身が、じゃあどうかというとですね、確かに392億ですね。と、まあ、あの、売ってましてですね、構成費ではね、全体の28%になってるんで、まあまあですよね。でも、前期からはね、前期400億いってたんですよね。 まあとということでまあねねイ前ででマイナスになってるんですよあ、ね、あの、まああのー、自社 EC がものすごく活躍してという感じでもなさそうなんでもうなんかたくさんねいろんなところに出てますんでねでまあそれだけでもないだろうなと思うんですけどまあとりあえずあの EC はもうちょっとうーんなんか頭打ちっぽいですよね。それで国内合計で、えー、ですね、えー 1292億ですよね。の売り上げが回りますよと。で、これで103.1の前期だったということですね。で、まあ、あの海外も含めた e コマース。まあ、一個ね、e コマース、やっぱかなり意識してますよね。こうやって出してくるっていうのは。え百、ー、429億円ですね。まあ 30.、30.6%の構成費があるよと。えー、でも、減ってるよと。前期よりはね。はは。こんなようなね、まあ、結構あんまりいいですね、明るい感じのするね。 なんかこう、資料ではないですよね。そういうことなんですね。で、総合計が、まあ、店舗の方がね、まあ良かったんで、1403億円の、まあ、あの売上で、えー、前期比ではね、104.7という結果だったということなんですね。で、先ほどの、まあ、あの、この売上ですね、うん、これですね、この44億の営業利益が出ているとういうことなんですよね。 まあ、ちなみにですね、ここの会社のですね、ブランドってどんなのがあるかっていうと、結構ね、有力どころがあるんですよね。例えば、この何のユニバースですね。一時あの、テレビ CM やってましたね。何のユニバースとかいうやつですね。年のユニバースとか嫌うやつですよね。あれですね。えっ、ー、と、なんかね、ちょっとこう、調子よくないですよ、これね。まあ、一番シェアのある、個性費のあるね、ブランドなんですけど、まあ、198億からね。 前期は178億に、今売り上げが落ち込んでるんですよね。で、利も四も49.5しかないと。これ、まあ、ユナイテッド・ダローズより悪いですよね。えー、前期比で89.8ということで、まあね、よくないですね。まあ、粗利でなんとかカバーしたって感じですね。プラス6なんでね。で、パリー・ゲッツってゴルフのブランドありますよね。これが、まあ、2番目に大きな、あなんか、シェアみたいですね。で、これが、あのー、125億から150億ということで、 7の構成になっているとででねねがすごいですご、ね、61.9あるって言うんですからすごいですよね。売上高もまあ2割増ですよね。120.5ということなんですね。で3番手がですね、えっとちょっと入りくりしてますけど、えー、去年はこのナチュラルビューティーベーシックね、これもあのファッションビルとかで見たことあると思うんですけど、ここはね、ちょっと良くなかったんですよね。それでまあ、あの4位に転落してるんですけど、えー、去年はね、まあ一昨年ですか、一昨年はまあ、 3位だったんですよねんでまあこれがまああの7.4%の構成比に落ちちゃって売上高が97%まあ当然そうですよね。でこのマーガレット・ハウエルね有名ですよねこれもね。でこれがまあ,あすごく伸びてねで110億ということでなんかあるいは66.1もあるということでで売上高は126.8%プラスですよね。こんな感じですね。 それから、まああの、他にもですね、うんと結構有名どころがあって、ここは、あの、上の商会というね、もう昔ながらのアメカジやってるね、もうブランドやってるところもなんか買収してるし、それから、あの、施設もね、まあしてるんですよね。だから、アビレックスとかですね、それからアンディフィーティッドですね、それからスチューシー、こういうのもね、まあやってるんですよね。でもなんかね、調子はあんま良くないですよね、これね、アンディフィーティッドもスチューシーもね、こんな感じですよね。で、 店舗はですね、まぁ、あ、こんな感じなんですよね。うんと、国内で、まぁ、あ、前期末805店舗ですね。まぁ、あ、だいぶ閉鎖してますよね。192ですね。うーん、それから海外はま四、あ、41店舗ということで、まぁ、あ、大したことないですよね。ですねこれアパレルで846店舗あると。それからね、飲食やってですよね。う <laughs> ん、なんかも白いですよね。まあ、これ7店舗ですね。であとコスメ。 コスメがまあちょっと増えて3店舗増えて36店舗で合計したら889でこの負債3点をですねまあやっぱりえ相当ねえ頑張ってえ締めていってコストを絞ってきたというところなんですよね23年2月期の通期のまあ計画ですよねこれがまあどんな前提になってるかっていうとえ売上高ですねこれね1573億円を予定してってで前期でね12.1%プラスなんですよ。 で為替による原価の原価高騰の影響ですねまあコスト上がるってことですよねだから、まあ、あらりが減るってことですね本社の移転費用、うん、本社移転するんですよね、えー、でまあ販管費がですね865.5億円になって前期比119.6っていうんですよなんかね売上よりもあの高い比率でね経費コストを伸ばすっていうんですよね ソーラー営業利益、負けちゃいますよね、前期よりね。うんで、まあ、当基準利益は、まあね、15億円だから、まあね、経営人としてはね、まあ、10億から15億になるんだから、いいだろうって思ってるんだと思うんですよ。やっぱり、あれですよね、えー、企業の、まあ、まずね、一番重視しなければいけないのは営業でどれだけ稼ぐかですよね。それからするとですね、こんなね、<laughs> 44億から15億みたいな、 まあそういうものを掲げてると。これで平気というね。まあ平気なんですよきっとね、これ。だったら絶対嫌ですね。これね、だって経費なんて絞ろうと思ったら絞れるし、本社もそんな金がかかるんだったら移転しなきゃいいし。ですよね。で、為替による減価高騰、影響でこれはもう本当に付加価値上げて、んで、まあ価格に転嫁してね、あれだけのブランドを持ってるんですからね。 れでまあ、魅力のある商品をまあ、それなりの価格限界に見合った価格でね売ればいいと思うんですよ。それでそれなのにま反、あ、感比ね平然と119.6っていうところがねやっぱりねそのうーん分厚いねバランスシートこれがねやっぱりこうある意味災いしてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。はははいこ,、ね、こここここれそうすねまああの 終わったで,すね、で、すねでこれがまあ今走ってる木なんですけど、まあこんな感じですね。だからここが10億から15億なんだから、まあとりあえず純利益プラスだからいいじゃないかって。でも利益率1%なんですよね。まあね、ちょっとね、よくわかんないですね。これ絞ればいいのになって、51.6から55ですよ。723億まで減らしといてね。で、これがもしフラットだったら、720億円台で、これ頑張ってりゃですね、 こうこのこの増減増減額のプラス141億円分がここ乗っかってきてとんでもないことになるわけですよ。だけどやっちゃうんですよね。これ金使うんでしょうね。きっと。ほんでまあ売り上げ112.1これもね、なかなか楽観的ですよね。まあ移転でまあなんか持続的な賃料削減効果が,が出るんで将来のポテンシャルは営業利益31.8億。それでもね、前期より低いでしょ。 なんかね、ここの人たちはね、ちょっと不思議な、こういうの大真面目に説明してますから、すんごい不思議なんですよね。本当に。こうやってね、年間賃料が7億円とか言って、まあそんなの、ねえ、オフィス拠点集約すればまあそうなるでしょうし、働き方改革で出社率を65%ですら、それはまあ、ねえ、通勤にかかる交通費は減るでしょうけどね。あと、水道光熱費も減るでしょうし。 オーケーよくわかんないですよねこの会社ねわかんないんですよはっきり言ってあの中期経営計画っていうのをですねでまあこの決算説明会の時に同時に出してるんですけどこれはねえっとまあこのここ一番左端がねえっと、まあ、先ほどのやつですよねこれで、まあ、ここ EC 売上高って書いてますからやっぱ EC をね これ伸ばすのがもう一番。ま、あこのね、これ中期経営計画、ップ二2 5とかいうのがね、これ中期経営計画も資料なんですけど、その中にもね、とにかく石だと、まずね、まず石を伸ばさなきゃみたいなね、話を一生懸命してるんですけど、これでまあ、石の売上高ですね、これがまあ、なんか528億いく前提で、今期は。これで24年、その次の期は602億、個性セで35%。で 2025年2月期は758億40%と、まあこういうふうな感じになってるんですよ。で、売り上げもですね、まあ112.1%、109.6%、110%と。ほれで26年2月期までついでに出しててね、これはもう2000億いくぞと。<laughs> えへ、ー、へ、107.1%でね、2000億超えちゃうよと。まあね、ほとんど願望みたいな感じがするんですよね、なんか。ほいで、イシの売り上げはこの時はもうね、 800億円を超えてね、847億円と。で、比率は41.8%になると言ってるんですよね。まあね、反感費もすごいですよね。865億から928億に増えて、996億ですよ、次は。最終年度は。ほいで、あの、2026年2月に出た1040億っていう、いどん、どんな、どんななんですかね。いやー、それでまあね、最後の、 まあこの2025年2月期ですらですね営業利益は4.3しかないんですよね。まああらりがねそれなりにあるわけですよね。なのにしかもですよ百貨店がすごい比重を占めてるようであればですねまあ、百貨店は結構取っていきますからあのー、まあ、利益率としてはねまあ、ちょっときまあ、苦しいなという面も多少はあるとは思うんですけどまあね ファッションビルとかね、モールでしょああ、ね、ね交渉次第だと思うんですよね。なんか、まあね、よくわかんないですね、この80億。っていうことなんですね。だからもうだいたい分かってきたと思うんですけど、正直言ってですね、えー、っと、この EC 化率もですね、全く信用できないです。っていうのも、これね、直近の月次なんですけど、はい、ちょっと大きくしますね。 はいこれですねえっとこれ、えー、5月までしかまだ出てないんですけどね3月はねえー、っと既存店のまあ氷の部分ですね、まあ、これあの,あの店をね閉めてますからまあこう,こうねあの全店ベースはまあ多少負けるのはしょうがないんですよねで既存店のところに見てみますとこうまあ,あのリアル店舗ですね103ですよねで4月が116それで5月も116こういう感じですよねでオンラインショップ こ、ね、れで5月は82.7なんですよ。俺もこの3ヶ月ね、これ第一シャンキなんですけど、これ92.5しか行ってないのに、どうしてね、そんな調子でね、先ほどのですよ、そんなこうね、33.6%とかね、行きます普通、行かないと思うんですよ。なんかね、整合性がないんですよね。 んでまあ売り上げの方もですね、えっと、この116.9に対してですね、全店ベースが142っていうのもね、これもなんかね、変な数字なんですよね。えー、そうするとですね、これユナイテッド・アローズの6月の外況なんですけど、これが全社、まあまあ、ともかくとして、えー、リアル店舗小売とネット通販の既存店が106.3だったんですね。でこれねやっぱり 同じようにですねネット通販が、まあ、96.8ですよね。だからまあちょっと、えーまあ、EC がきついというところはね、変わらないんですよね。でも、ユナイテッド・アローズが、まあ、EC があのしんどいのはですね、これはまあ織り込み済みなんですよね。なぜかというと、まあ、前も申し上げましたように、あのここですね、どうぞ。 ドゾタウンからですね、えー、と要するに撤退しようとできればね。で、自前のチャンネルで、えー、EC をやろうと。まあ、そうしないと OM o オンラインマージウィズオフラインですよね。まあ、要するに店舗、えー、とリアルの店舗、まあ、とですね、えー、EC の垣根、まあ、をなくすっていうね、それがまあできないということで。 で、まあ、あの、z o からね、徐々に徐々にこう撤退をしていって、ゾゾのまの売り上げがどんどん、まあやっぱ減ってるんですよね。で、やっぱりゾゾに頼り切ってたもんですから、すごく苦労してるんですよ。まあね、しょうがないですよね。でも、まあ、まあ、まあ、逆に言うとですね、えー、っと、この TSI はですね、まあ TSI だけじゃないんですけど、基本的にはゾゾとか、あるいはこの楽天ファッションとかですね、まあこういったものに、えー、やっぱお、モールに頼ってるんですよね。 これちょっとワールドは少しねあの違うような感じもあの感じがするんですけれどやっぱ TSI について言うとまあその EC を伸ばすぞって言ったところで自分のところのね、えー、EC ですねこれをですねまあ伸ばしていくというようなまあそういう力はまだないと思うんですよねで実際ですねユナイテッドアローズもですねえっとそういったような状況ですねまあこのこういった状況の中でですね で苦労してるんですけどまあこの月次ですねまあ決して悪くはないですね106.3ですからねまあ,あのコロナ前からするとまだ完全にあの回復しきっている売り上げではないんですけどねだけどもまあこれは4ヶ月連続で、まあ、あのずっと前年をクリアし続けているわけですよねで、小売業にとってやっぱり前年をクリアするっていうのはすごく大事なことで,でちょっとね見ていただきたいのが これあの、着数ですね。これずっと、あの、下がってんですよね。結構下がってます。で、小りプラスネット通販の基準点、ここが一番大事ですが、95.8なんですよね。これが、あの、まあ、えー、5月、あの4月は112.5。で、5月はですね、124.3と、まあ、すごく伸びたんですよね。これでまあ、どこが伸びたかというと、小りが伸びてるんですよ、リアル店舗がね。 えーの、まあ、客足が伸びてですね、124とか160とかね。で、その結果ですね、まあ、リアル店舗、すんごい売り上げになってですね。で、やっぱり、あの、人手が、人流が増えてですね、で、お店に訪れて、試着して買うようになったと。まあ、そういったことだと思うんですけれど、あの、シーズン的にも、まあ、ね、5月から暑かったですからね、初夏物とか、そういうものが売れたということだと思いますけれど、ただ、まあ、あの、ここの場合はですね、 えっと、ここ、客単価ですね。まあ何度も申し上げてますけど、えー、氷プラスネット通販既存店のところ、これですね。これの客単価が110.3、11 1点5 0 111.4と、まあこんな感じなんですよ。だから、まあネット通販もね、プラスですよね、ずっとね。ですから、この、客単価がもうしっかり伸びてると。だから、客数が少々落ちても、あの、 小売って、例えばまあ台風が来るとかですね、まあいろんなこう気候条件とかでですね、まあ6月暑すぎてなんか客足が遠のいたとかね、客数客単価がまずないんですよね。全然出てこないんですよ。だから分かんないんですよね。うんだけども少なくともですね、このオンラインショップの91とかね、82.7とかもう全くいただけません。 で、ここをですね、多分あの、6月、先ほどのユナイテッドアドローズ、あれより悪いんじゃないかなというふうに思いますね。えー、この資料ずっとね、決算説明会資料見てもね、なんか、客単価を上げるために、まあ、要するにその、どうしていったらいいのかっていうような、なんかこう、相場の的には色々あるんですけど、なんかこう、決め手になるようなことっていうのがなんかないんですよね。 だからまあこんな数字になっちゃってると思うんですよ。だからお今らこの6月は厳しいんじゃないかなというふうに思うんです。そうなるとですね、前提になっているこの前期比12.1%のプラスというこの売上のところもね、ちょっと怪しくなってくるんですよね。だから今ね、えー、っと、これが、うーんーと、前提、これも前提ベースで見ていいんですけど、15.3でしょ、プラス。 だけどこれ、6月が凹みますと結構ね、もう7、8はね、まあ厳しいですからね、これ142もよくわからないんですよね。収益力強化と言ってるんですけど、100店舗出店するんですよ、2025年2月までに。もうすごいですよね。924店舗に、またね、また店出すんですね、ガンガンね。 1000点近くあったらねもういいと思うんですよねやっぱりこう e コマースにしっかり力を入れていくということがまあ必要だというふうに思うんですけどなんかどうもそういう感じの戦略ではないですよねうんあのー、まあ確かに、えっと、今、えっと、人流がね、えっとまあ、再開してるんで、えーまあ、店舗の売り上げがね、まあ、500点もそうですし伸びてきてますけれど やっぱりね、えっと、その会員、まあ、要するにアプリ会員の施策とか、まあ、そうしたですね、非常に明確ななんかこう、えー、フォーカスが必要ですよね。とにかく、その出展をしていくっていうだけではダメで,すダメで、やっぱりそのアプリを使ってですね、いかにそのここ1500万人の会員を持っているんであればですね、これ、さらに増やしていくと。2000万人、3000万人にね、えー、増やしていくためにどうしたらいいかということをね、やっぱ考えていくと。 いうことが、まあ、非常に重要なんじゃないかなと思うんですけど、なんかまあ、やっぱり本当に相場なですね。うん。相場な的ですね。まあ、あの、6月ですね、この月次が出たら、えー、っと、まあ、あの場合によったらですね、えー、悪ければこれ、どーんと下げてくると思いますね。まあ、お金ありますんでね、えー、っと、あのああ、そう、お金どのぐらいあるかと言いますとですね、えー、上金がね、532億あるんですよね。で、自己資本972億円で、 えー、それで、借金はもうほぼないと。0.17ですよね。んで、一株純資産は1,075円で、自己資本比率は69.2と。まあね、これまたね、なんか、<laughs> また村上さんにやられる可能性ありますよね、これ。こんな。まあ TSI ね、一応ね、あの、お金持ちの会社なんで、えっ、ー、と、監視銘柄には入れてますけど、まあ、配当利回りも2%しかありませんしね。まあ、それ、 から言えばですね、もう、えー、昨日お話ししたですね、えー、このオンアーですね、の方がよっぽどね、良心的ですよね、4.60%の利回りでね。もう、全然、うん、いいですよね。で、まあなんかやることもね、なんかすごいはっきりしてるし、具体的に数字を持ってね、どういうものがどういう効果が出たかっていうことを話してますんでね。まあずっとおですね、いいです。はい。ということでですね、えー、まあ TSI はね、まあ、しばらく、 見とこうという感じですねまあ、これそのうちなんかやられそうな雰囲気ですねあのお金持ち会社ですからね元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、えー、本日はここまでです、えー、もしこのチャンネルがいいなと思われましたらぜひともチャンネル登録をお願いいたします またですね、高評価ボタンの方もよろしくお願いします。それからまあコメントをね、たくさんいただいておりますので、とても楽しみにしております。えー、ぜひまたね、お寄せいただければというふうに思います。えー、ご視聴、誠にありがとうございました。ではでは。